はい、皆様お待たせいたしました。推奨レジスタンスキャンプでのオーバーホール。そんな時間ない。予測、すでに抜刀すらできなくなっている状態で戦闘行為に臨むのは自殺行為。レジスタンスキャンプのレボルが終了。あ、そっか、2週目だから喋っていいんか。あのですね、あ、まあお待たせしましたって言いましたけど、そっか、リアル時間ではほとんど時間経ってない、リアル時間では録画時間ではほとんど時間経ってないんですね。とりあえず、A2 で、あれ誰だ、パスカルさんの記憶を消去したので、どうしようかな。なんかでも、パスカルどうなったか知りたいですよね。どうしたらいいんだろう。レジスタンスキャンプと、はい、もしかしたらまた再起動って言ってたんで、どうしたらいいんだ。工場に行くか、パスカルの村に行くかすればいいのかな。パスカルの村行ってでも意味あんのかな。なんか前の時は確かめた時はもう行けなくなってましたよね、確か。お、なんかクエストがある。なんだ、どうしたのその傷。よく調整、もう調整に時間かかるなと言いつつ一瞬で直してくれる。これじゃ歩くのも大変だったでしょ。大変だった。さあ修理は終わったぞ。あ、すいません、ちょっと今パソコンの方のバックアップを同時にしておりまして、なかなか。ね、ライン一人わかる。これクエスト何したっけ。すまない、こいつらが、これもうクリアしてますよね。これはクリアしたクエストなのでやらずに、次に A2 が A2 に会えるのはどこだったっけ。そこまでです。このまま進めますね。ちょっとポット、次のユニットの場所を地図にマーク。了解。どこだっけ。遊園地だっけ。遊園地ですね。このまま真っ直ぐ行ったところにありますね。あ、真っ直ぐだところってあれか、遠いな、なんか近くねえかな。あ、ミスった。このままじゃあそこから行きましょうかね。死んだんじゃねえの。叩きつけられてバラバラになって死ぬだろうって。あ、パスカルの村行けますね。 A2 で行きたい。でもパスカルの村まだ行けますね。これは変化ですね、一つ。ちょっとマネルムの広場に行って。いやー、なんかちょいちょいストーリー的な変化ありますね。パスカルの村行けるってことはなんかあるな。あのミッション終了後はパスカルの村がジャンプではファストトラベルでは行けなかったのが行けるようになってますね。これはどういうことだ。ん、あ、帯電か。確かこれをクリアした後に
中ユニットです。防衛態勢に入ります。何度も何度も。もしここに入った後に A というがまた操作できるようになるんですよね。またあの文字、神の箱と記載。神、機械ごときがその名前を語るか。アンドロイドも機械ですよね。しかもその機械から作られてる。神の箱、神の箱、神の箱。神の箱。神の味噌汁みたいな。生命体はここですね。どうして同じ種族のパスカルたちを襲ったんだ。不明。使えないな。推奨、機械生命体の現状についてさらなる情報の収集。やかましい。いませんね。明らかに 9S を狙ってるんですよね。カルの村、これか。ちょっと行ってみましょうかね。何が起こるのか、何も起こらないのか。これでパスカルだけいてみんなはどことか言ってたらすごく悲しいんですけど、そんなことにはならないでくださいね、お願いだから。なんかな、いろんなことを知って不幸になるっていうのもどうなんでしょうね。知らない方が良かったみたいな。でも知らなかったら愚かなことで命を落としてたんだから、結局パスカルがやったことは間違ってなかったんですよ。ただ必要な時にそばにいてあげればよかったで。あー、なんか一個だけある。いるー、いるよー。ちょっと選択肢出たら怖いんでセーブしときますね。いるー、いるよ。あ、こんにちは。ここは静かで邪魔が入らないいい場所ですよ。たくさん落ちているガラクタさえなければもっといいのですが、拾っても拾ってもなくならないんですよね。パスカル、それは。パスカル、なんか聞き覚えがあるような。まあいいか、よかったら少し見ていきませんか。パスカルのお店になってる。ひぃ、え、これ武器なの？機械生命体の頭武器にさ、子供たちの子は。一個入手しとくか。これ子供たちのコアって買ってどうすんの？機械戦みたいなコア。パスカルの愛読書。こんなもの何の役
すのか分かりませんよね。一体誰が捨てていったのでしょうか。パスカルがただのお店になってる。怖っ。何の悪気もない感じが怖い。セーブしよう。はい、とりあえずこれでパスカルパートは終わりと思うので、一旦じゃあここで切ります。